坂口安吾黒谷村矢車ボンタが黒谷村を訪れたのは八や龍禅に特殊な友情やまたは特別な興味を抱いていたためでは無論ないまして黒谷村自体についてはその出発に先立ってすでに絶望に近いものを感じていたのだが それでも東京にとどまるよりはましであると計算して嫌々いやいやながら長い容疑者に揺られてきたのだ夏が来てあのうらうらと浮く綿のような雲を見ると山岳へ浸らずにはいられない放浪壁をボンタは所有していたあの白い雲がうらうらと浮いて死むような山の季節を感じながら余儀ない理由で都会に足を止めねばならぬ時 彼は一種神経的な激しい枯渇を感じて五感の各部に妙な渇きを覚えながらふと不眠症に侵されてしまう特別な理由があるわけではないが彼の半生を2つの風景が支配していた1つは言うまでもなく山岳でありそして他の1つはあのごもごもとした都会の雑踏であった この二つの中へ混じるとき彼はただ何ということもなく確かに混じるという実感がして深く体の溶け消えてゆく状態を意識することができるのであった日頃覆っている重荷をも路傍へ落とし忘れて静かにそして百方へまかれてゆく軽快なリズムを耳をすませば じんじんとさえわたるかすかな音響に聞き分けることもできるのであった彼は元来脆弱な体質で山に登攀することの苦痛は並大抵なものではなかったしかし山を下りてからの丸一年またうらうらと雲の浮く季節になるまでというもの追憶の中に浮かびれる青々とした山脈の姿は その彷彿とした映像の中に登範している彼の像がその時はあえぎ苦しむこともなくただひたひたと四方の明暗に浸透してゆく愉快な実感を認識させるものであった山の沈黙にいて思い出す雑踏の血合いと同様に雑踏にいてふと紛れ込む山脈の映像はあたかも目に見え耳にさえ 皮膚にしみる高い好機を持つものであったそれはちょうど使い古して疲労困憊した観念がそのふるさとに鬼滅してゆくかのような懐かしさを持つものであったその激しいノスタルジーに侵された瞬間に彼は体の隅々に強烈な枯渇を感じながら もしその時この雑踏の中でいっぺんに気絶したなら何かふわりとした無限的な方法で次の瞬間にはその体が山へ運ばれているのではあるまいかと思われたりしたそんな時だ手の置き場所がわからなくなって手がそれ自身意志を持つ動物であるかのように肩や腰や背や空や 当てどもなく走り出し騒ぎ始めるのはそんな一日のこと彼は雑踏のさなかでふとハや竜然を思い出したのだそれは別に深い意味があるわけではない彼は旅費が不足していたそして竜然は山奥に住んでいた竜然は 学生時代にもボンタとそれほど親密な間柄ではなかったただ2人とも他に親しい旧友を持たなかったのでかなり親しい友達のつもりで時々往復し合っていた結局卒業してしまうまで「あります」「あなた」というような敬語を持ち相手がうるさくて耐えられない時や酒の上などでは別段怪しみもせず 存在な言葉をその時だけは極めて自然に使い合ったりしていた竜禅はとりわけ才のある男でもなく一見そう見える通り実際もごく平凡な好人物であるようにしか考えられなかった鳥絵といえば意地の悪いところをまるで持たないことと田舎じみているくせに都会的な感覚なり見解なりを平凡ではあるが しかし、本質的に持ち合わせていたた。ことだっ竜然は父母もなく妻もいない独り者で、黒谷村の観覧寺に若い住職であったが、ボンタがふと彼を思い出した瞬間には、まだ一度も見たはずのない竜然の包囲をまとうた姿が、何らの不思議さも滑稽身もなく、歴々とそこへ立ち現れたほど、本来、坊主くさい男だった。 額を突き合わしていたら1時間でも退屈するであろうのにひと夏帰去を共にするとしたら考えただけでも重くならざるを得ないまして彼の調べた地図によれば黒谷村はなるほど山奥には違いないけれどもごくありふれた山間の盆地にすぎないようであったしかしその年ンタは次々に起こる不愉快な出来事にむしばまれて じきまじりの重苦しさを負担していたから東京にいて憂鬱の王をかみしめるよりはまだしもましであろうと考えリュックサックを背に容疑者に乗り込んでみたが重荷は汽車の速力に従って深くなるようにしか思われなかった翌朝山間の衝撃に下車してポロポロとこぼれた住人ばかりの人々と屋根もないプラットホームに取り残されてみると 思いがけない竜然の姿が出迎えに来ていた彼は草履を履き上下のような古めかしい背広服に顔色の悪い丸顔をのせてこぼれた人々を一人ずつなめるような格好をしながらよろよろと彼を探し回っていたやがて竜然は彼を認めて 五六軒離れたところから片手にぶら下げた何か細長いものをくるくる振り回しながらぼつぼつと歩み寄ってきて「いやと言ったこの波離れて開け放しな至極当たり前な物押しがボンタを全くびっくりさせたのであったそしてその時から彼はもはや予想してきた重さとはまるで違った なんとはなしに親密な気持ちへ自然に転化させられてしまっていた竜禅が片手にくるくる振り回していたものはもう一つの草履であった彼はそれをボンタにはかせて二人はそこから十里ばかりの山道を歩くのである人の気配の更にない山道に膨大な孤独をかみしめながら 谷風に送られて飄々とあえぐことをボンタはむしろ好んでいたそれは苦しいには違いない疲労困ぱいのあげくエネルギーというものを硬質のものを体内に感じ当てることができなくて汗ばかりベトベトとまるで体全体が滴たれていく粘液自体であるように思われ仰ぐとたまらない明るさばかりがカンカン張り詰めていて めまいがくるくる舞い落ちながらたくましい空気とふとぶととした山の心が一度にぐっと暗闇の幕を開く山一面にセミの音がじーっと押さえて世界中がただそれだけであるように感じられてしまう流れ込む汗を食べながら一種の泥酔状態に落ちて そこいらの岩陰にへたへたと崩れたならもうそれなりにどうなっても構わない自分の体を人のものほども責任を持つ気がなくてやりきれない自暴自棄で明るい空を仰ぐと自分という一個の存在が惨めで懐かしくてたまらないのだ山道へかつてもの一里といかぬ頃からボンタはすでにそんな泥酔状態に落ちていたが 不健康な色をした竜禅はしかし慣れていると見えて初めからたどたどしい足取りのまま乱れを見せないのであった連れのあることをもはや忘れ尽くしているもののように沈黙を乗せてポクポクたどっていた実際あれだけの長い道のりの間に2人の人間がお互いの存在に意識を持ち合ったのは谷川へ降りた時あの時一度だけではなかったか。 思えばあれは長い道のりのちょうど中頃にあたるあたりであったに違いない何か目印でもあるのであろう竜然は突然谷川のカーブを指し示してあそこで休もうではないかと言い出した見下ろせば水音は聞こえるが水の色さえ定かには目に映らない深い深い谷であった 急しゅんな藪を下るとき、ひとたび足を滑らしたならば危険極まるものであるし、降りるには降りても、また登るときの苦痛を考えたなら、なまなかの休息には楽しみを予想する気持ちにもならないのであった。しかし、竜禅は言葉を捨てると、なんの躊躇もなく、はや藪の中へ足を下ろし始めたので、同じ動作をポンタもまた行わざるをえなかった。 しかし折り始めてみるとむしろ危ういのは竜禅の足取りだった彼はシカツメらしい自信顔でボンタをかばうように時々振りあおいながらそのくせ彼自身危うい腰つきでドドドーッと12軒滑り落ちかろうじて立ち止まると自分の様子には一向無反省で戒めの目を険しくじっとボンタの足元へ降り注ぐのが一つの滑稽であった この道を通る時竜禅はおそらくこの同じ場所で同じ休息を取る習慣に違いない降りきると当然の順序のように衣服を脱いでもみじの枝にかけ谷川へジャブジャブ潜り込んでしまった谷川はこの場所だけはかなり広さもあり深さも場所によってみぞうちまではあるのだった竜禅は 腹を下に両手を広げてブクブクとやったり急に背を下にしてひらりひらりと体をかわしながらまた腹を下にしてみたりおよそ泳ぎ以外のいろいろのすべを試みるのであった谷底の小倉石島で結びを食べ終わると竜禅はボンタにもすすめておいて自分は平たい眼界の上へあおむけに寝転びやがて深い眠りに落ちてしまった。 肋骨や手足の関節が目立って目にしみるその不健康な裸体を見ているとまるで痩せを衰えたカジカが岩に染みついているようにしか思えないのであった魂などというものはもちろんおよそ生きているという何らかの証拠を全くどこにも見いだすことのできない残骸という気がしたモンタは眠る気持ちにもならなかったので それから竜禅が目を覚ますまでの3時間ばかりというもの変に寂しいやけな気持ちになって水へガボガボ潜ってみたりふと気がついて頭を上げると谷の枝枝になりわたる風音が耳についてきたり上のギャブを張ってゆくシマヘビに出会ったりした2人が黒谷村の峠までたどりついた時もうた昏がれも深かった。 くまささの中から首だけを伸ばして帰りみれば今来た道はいくえもの山並みとなって濃い紫にとっぷりと溶けてゆくのが見えた山に遠くカナカナの沈む音を聞きながら峠を下りると道は今までとはまるで別な平凡な風景に変わってきた山という山は皆だんだんの水田に切り開かれてその山麗まで 稲の穂が昼ならば青々と見えるであろう波を正々とそよがせていた時々ブラの社が行く手を脅かすくらいなものであの整列な谷川もここではすぐ目の下に当たり前の川の低さになってしまった黒谷村アザ・クロタニは黒谷川に沿って一列に並んだ個数200個に満たない村落であった ちょうど夜がとっぷり落ちきった頃二人は村ずれの居酒屋をくぐって意外に安価な地酒をくんだ二階の窓を開け放すと裏手はすぐ谷川で確かに深い山らしい涼しさがむしろ肌に寒々とやきを運んできた遠くからまた遠い奥へ鳴り続いている谷川のせせらぎをこして いきなり空へよじている山々のたくましい沈黙が頭上をいっぱいに押しつけて酒と一緒に深く染みてくるのだった竜禅は不思議に酒に強くポンタに比較してほとんど酔いを表さなかったが時たま思い出したようにひどく器用に居酒屋の女中をからかったりしたそれがその瞬間には板についていて驚くとどぎもを抜かれた瞬間には もう元の妙に取りすましている彼の風貌がそれはそれなりに竜然そのものであった凡太はむやみに面白くなって慎みを忘れて泥酔してしまった挨拶に出てきた年老いた女将もそれへ混じって「和尚さんはいい人がおありですからおすすめはしませんが客人はぜひ今夜はこちらへお泊まりなさい。 謎と当たり前の挨拶のように述べるのであった来る早々からあまり立派な記念でもないから今夜だけは寺で寝る方がいいさ竜然は遮達な物腰で彼のためにそんな断りを述べた女たちの騒がしい二の句を一つ残さず断ち切って巧みに話題をそらしてしまうほどそれは苦労人らしい物腰で女たちは しおさんの「意地悪」などと言いながら竜然の口ぶりを面白がって笑い崩れてしまった2人はにぎやかな見送りを受けて居酒屋を立ち去ったのだそれは実際にぎやかな見送りと言うべきであったなぜならそこにだけひま塊の歓声が群れていてそれをすっぽりと包んだ一面の暗闇はただしんしんとするばかり。 その完成のすぐ周囲でさえ耳を澄ませども見えるもの聞こえるものはないからだったやがてしばらくして深い谷音ばかりはっきり耳についてきたこれはボンタが黒谷村へ足を踏み入れた第一日の印象だったいついてみると一見平凡な黒谷村も変に味わいのある村だった 黒谷村はわいせつな村であった気楽なほどのんびりとした式場がそう思ってみれば青空にも森林にも草原にもだらしなく思われるほど間の抜けた明るさを漂わしていたボンタは一日山の段々畑をいくつか越えて何気なく足を速めて照用してみると炎の間から上半身を表した若い農夫が出し抜けに顔を上げて 健康なハローを彼の背中へ叫びかけたボンタはちょうど山礼に片足を踏みかけていたので振り返ると遠くはるかな風景がその中へ農夫の姿をも点描して深々と目にしみてきた彼は爽快を感じて元気いっぱいなハローを返しながら山の裏側へ消え込んでしまったが考えてみると一つ足りない気持ちがあった。 その夜その話を竜然にしてみると果たせるかなこれはばいへ誘う黒谷村一般の招きであるというのだったそう言われてみればある日のこと尾根伝いに国境へ通う風景のいい道でわらびを乾かしている娘から明らかに宗派を送られた経験もあったその後ボンタはいろいろの場所にいろいろな様式で これとと同じ事情に幾度となく遭遇した。しかしそれはわいせつと呼ぶには当たらないむしろ透明とか悠久とかそんな漠然とした親密な名字で呼ぶにふさわしいほどボンタの肝に奥深く触れてくるものがあったそれは単に隠されているものを明るみへさらしたというばかりでむしろ徹底した気楽さが 例えばふりあおぐ空の明るさのように淡々としてそこに流れ展開していたにすぎない一年の半ばは雪に閉ざされ残りの半ばさえ太陽を見ることはさしてしばしばでないこの村落では気候のしみが人間の感情にもはっきりにじみ出てくるのだった夏もまたひとときであるあの空もあの太陽もまた あのうらうらとした草原も木もそういうはかなさが慌ただしい式場の裏側にむしろ裏悲しくやるせない刻印をしているように思われてものの哀れと言うべきものがわびしく胸にしみてくるばかりであったそしてボンタはそういう式場の世界に着くと途方もない気楽さを感じ始めてきたのだった それは単に村の風俗についてばかりではないこの平凡な盆地の山も木も谷もそれら全体にわたってじっとりと心の響く一つの封印が湧いてきたのだったそれはボン太の公職に汚名を着せるのも一理屈ではあるが一体ボン太はこの旅の出発にあたって帰するところあまりにも少なかったのがこの際大きな儲け者であったのだ それには観覧寺の住み心地も黒谷村の封印から別にして計算してはならなかった「黒谷村登竜」の第一夜流禅から与えられた観覧寺の離れに収まってみるとその瞬間からすでに借り物という感じはせずにいつか昔住み古したことのある自分の家という気楽さだけが意味もなく感じられてならなかった寺には流禅のほかに使用人もなかったし その禅とも必要のない限りは顔を合わさずに暮らすことができたし顔を合わしたところで禅禅の方ではボンタを別に客らしい意識では待遇もしなかったので食事なども好きな時へ台所へ探しに行けばそれでよかった時々むしろ禅禅の方で彼が遊びに訪れたような顔つきでボンタの離れを訪問するが実際それはこしらえ者でも献上でも まして卑屈でもなく第一凡多にしてからがその時は竜泉の方が遠路の客人であるとしか考えられないのであった2人は寝転んだまま何の話も交えないでただ漫然と2時間3時間を過ごすこともあったが出発する前に予想したような退屈や気詰まりは全く感じることもなかったしそのうちに2人とも眠り込んでやがて一方が目を覚まして散歩に出てしまうと まもなく一方も目を覚まして、がらんとした寺の空気をかみしめながら、初めから自分一人でそこに寝ていたように考えながら、自分の営みに立ち去ってしまう。この気楽さから体を運び出して、漠然と黒谷村を彷彿すれば、村がいかにものんびりと胸にしみるのは最もの話であったが、それにもまして、本来観覧寺そのものの内側にも、 陰なもやが漂うていたからそれは毎晩のことだった気のせいか多少は音をはばかる足音がしかしかつかつと石畳を鳴らしながら山門をくぐって竜然の書院へ消え去るがそれは夜ごとにここへ通う竜然の調布であったもとより竜然はわざと調布を凡多に紹介することもしなかったけれど さりとて隠し立てするわけでは無論ない静かすぎる山奥の夜であるからうむうむうなずく声が聞こえたり日本の裏手は北アメリカではないだろうなどと無にもつかない話し声も漏れてきたりするがさすがにまれには女の泣く音も聞こえたりしてそれらしい情景を想像させることもあった激しいおえつが長々と消えない夜も 竜禅は別にボンタの手前を繕ってそれを隠し立てる気配もたてはしなかった彼の方でもことさらに聞き耳を立てるわけではなかったからつじつまの合わない物音が時たまポツンとこぼれている程度にしかすぎない恋人という感じよりはどう思い巡らしてみても尋常の人の世の営みを超えた刺激は全く受けることができなかったただ 女が農夫よりはいくらか程度の高い教養を持つ人であることをうすうす感じることができていたそれだけの話でかなり長い命まで女の名前はもちろん女の顔さえ見知ることなく過ごしていたそういえば一度だけその後ろ姿を見かけた黄昏があったそれは2人が打ちつれて感動を抜けながら隣屋座の温泉 と言っても一軒の宿屋が一つの浴槽を抱えているにすぎないのであるが絵つかりに行く途中のことちょうど本堂と感動との分かれた道にあるうっそうとした杉並木で本堂を歩いて帰る本堂を歩いて村へ帰る束紙にした女の大柄な形を認めたのであった三本道のことであるから別にすれ違ったものではなく 特別な注意もしていなかったのでモンタはその顔を見なかったがしばらくしてあれが俺の女で「トマヤユラ」という名前だとリュウゼンは一言言い捨てた実はその時ほんのわずかではあったがまだそれを口に出さないリュウゼンの沈黙の数秒の間にすでにそれを感じさせる何がしかの感傷があったのでモンタは早くそれを悟ることができて どんよりとよどんだ黄昏の中へ波紋を書きながら広がってゆく太い憂鬱を味わっていたそして竜然が口を切るまでの短い沈黙を耐え難い長さに押しつけられていたのでその言葉を聞いた時にははや振り返る気持ちにもならなかったしかしとにかく振り向いて女の後ろ姿よりは むしろその前方に暮れかかっているすでに漠然とした山々の紫をじっと目に入れて首を戻したのであったそれでも気のついた限りで言えば女は浴衣を着ていたがその着こなしが確かに都会生活を経てきたに違いない面影を表していたただそれだけの観察であった二人はまたコツコツと狭い環道を歩いて その時もはや竜然の物腰にはいつもの残骸という感じしか見当てることができなかったがしかし凡タの心には深い哀愁が長く長く尾を引いて消え去らなかった一体この朝夕竜然の超然とした物腰には隠しがたい陰酸な影がほのかににじみ出ていることを凡タは見逃すわけにはいかなかった凡タの思うには これは一つには女の事情でもあろうと一人心に決めていたためにそのためになぜともなく寂しい思いがなお強く胸に応えてきたしかし温泉で酒をくんでも女の話にはもはや竜然はひと言だに触れなかったいつとはなく盆に近い季節となって夜ごとに盆踊りの太鼓が山の上になり続いていた 本とはいえ、この辺りでは8月にそれを行う習慣であるからもう夏もすっかり炊けてことに昼はセミの音にさえ深い哀愁が流れていたその朝竜禅はゴリばかり離れた隣村の家から使いを受けてかねて知り合いのそこの次男が急死したために通夜に招かれて一泊の旅に出かけてしまった。 ただ一人ぼんやりと夜を迎えたら、かなかなとともにとっぷり落ちた夜の太さにたまらない気持ちがして、かねてなじみの居酒屋へ酔いに行こうかとも思案したけれども、なお道足らぬ気持ちがあったので、ボンタはがらんとした本堂へ意味もなくぐったりと座り込んでいた。明かりをともしてみたり、また一度座り直して、 しばらくしてまた立ち上がって冷たい床板をぐるぐる歩き回ったりしているうちに観覧員どんそうこじという位牌を一つもう誇りにまみれているものを見いだしたのであった彼はじっと考えてまた一度座り直したがいつの間にやら夢の心持ちで凶文を唱え始めていた彼は坊主ではなかったが 学生時代にはインド哲学を専攻したために二三の短い教文はおぼろげながらそらんじていたから一体位牌そのものの出現が孤独を満喫しているボンタにとって少なからぬ神秘であったのに以前彼は竜禅からこの寺の先住について妙な話を聞かされていたそれは 一応奮藩に値する無形な話に思われたが笑う相手もなく一人でいるこの時には別に滑稽味もなく素直に先祝の面影が浮かんできたそれゆえ凡太は吹き出すこともせずにこんなしかつべらしい短座を組んで図経をやりだしたのであったその話というのはこうであった観覧寺の先々代は学識秀でた老僧であったが 酒とゆでだこが好物で本堂で賭博を開いては文字通り寺栓を稼いで一睡の死とするのが趣味であった町へ出るたびにゆでだこを仕入れて帰るのが楽しみであったがある日まるまるとした入道を仕入れたので満月して山門をくぐったその夜も賭博があって和尚は焦燥を殺していたが夜が知らんで一度全く立ち去ってしまうと いいに満しててへ出かけてった。「さてガタガタとなる重い戸棚をようやくに開けてぼやけたぼんぼりをふと差し入れてみたところが棚の片隅にぴったりと身を寄せてまるまるとしたゆでだこは大変真面目な顔をして自分の足をもぐもぐ食べている最中であった」「タコは真面目であったから」 しばらくののちようやく明かりを受けていることに気づいてひどく恥じらってあからみながら顔を背けてむっとしたがおしょうはびっくりしてもじもじと立ち去ることを忘れていたものだからタコはプンとすねて軽蔑を顔に表しくえというように一本の見事な足をおしょうの鼻先へぬっと突き伸ばしたおしょうは大いに老媒して 素くさとごしをかがめ、命ぜられる通りこれを切り取って、うろたえながら本堂へ戻りついたが、とにかくへんてこな気持ちとともに、これをもくもく飲み込んでしまった。その翌日から、和尚はまったく発狂して、やたらと女をぺろぺろなめたがりながら、まもなく、読みの客となった。と、 〈そんな話を一夜竜然はぽつぽつとボンタに語った〉〈ボンタはこの話を聞いてあまり面白い話なのでこれは作り話であろうとすぐさま思いついたから笑いながらそう竜然に尋ねてみると彼もあはあはと笑いながらしばらく黙っていたがとにかくタコに式場を感じたのは坊主らしくて面白いではないかと照れ隠しのような真顔でそう言った〉 その言葉は不思議に激しい実感を含んでいたのでその時ボンタは忘れがたい感銘を深く頭に染み込ませてしまったおそらく竜禅の女は軟体動物に似た皮膚を持つ肉体美の女であろうとその時ボンタは即座にそう決めたそして彼はこんな高色な笑いを交わしながら わいせつとはまるで別なやるせない一脈の赤爆を竜禅の残骸から間絶にはいられなかったのだそして事実竜禅の女は確かに肉体美の女であったなぜにわかるかといえばこの静かな夜本堂に凶問をあげていたらもんたはゆっくりなくとまやゆらの来訪を受けたからであった 矢車さん矢車さん初めはそういう声を幻聴のようにボンタは聞き流していたがするとすぐ「ごまかしながらお経をあげていますこと」という声が個性を帯びてはっきり背筋に触れてきたボンタはがく然として振り返ると本堂の丸柱と並んで大柄な女が一人うっすらと立ちはだかっていた ボンタはあまり不思議ななことなので、いや不思議というもののこれは情景の説明ではないボンタの意識内容の説明であるがこのとっさの瞬間に彼はしばらく気抜けのような驚愕を未得して呆然としたままその思意を一時中絶してしまった元来これは必ずしも低速ではないけれどもボンタはしばしば孤独にふけっているおり 突然人や像の出現に脅かされる時厳然に転来した事実とはまるで別な一種不可解な無音無色の世界へ踏み迷うことがあったそれは出現した人間の個人の個性とはおよそ無関係なもので第一その場合その人を多少なりとも認識したものかどうかさえ疑わしいほどとっさな瞬間な出来事であるがなぜかぎょっとして バタバタバタと転落する気配を感ずるうちに自分一人の何者かを深く鋭くじーっと見つめてしまうのであったもはやその時それは一種の夢に違いない突然開かれたその門を呆然と歩いているうちにボンタは彼の一生においておそらくは最も孤独なあらゆる因果を超越して ただ石爆と迫ってくる一つの虚無何か永劫に続いている単調な波動をやりきれぬほどその全身に深々と味わってしまうのであったしばらくして彼はその状態から覚醒し始める時まず何事か熱心に暗中模索を試みる情緒の前動を感じて やがてしんしんと澄みきっている白板の中へ次第にありありと現像する外界を暫時再認するのであったが彼はこの夜もその同じプロセスを経過してその時その静かなやきの中にふと湧き出て次第に波紋を広げていく狂燥な笑い声を鋭く耳に聞いたしかし彼はこの覚醒の瞬間においては もはや絶対に物に驚くという心情を焼失している習慣であったから、泰然として鎌のようにうずくまりながら、じっと下からゆらの顔を見上げた。あなたもいくらか着ぐるいですね。竜禅もやはり着ぐるいです。ゆらのペラペラと流れる。かんだかい声を聞きながら彼はしかし。 このふくよかな肉付きを持った女が粗雑な言葉とは全く逆に妙に古風な売りざね顔をしていること古い絵蔵師の人物のような一種間の抜けたおとなしささえ表していることかなり酒に酔いしれていること等をひとまとめに感じあてていたボンタはどうしたはずみか大変真面目に探ざして 僕は気狂いではありませんとごもごも答えてから初めて我に返ったが女はその声にはまるで構わず左手をまずべっとりと床板に突き下ろして重心をそこへ移しながら崩れるように腰を落として両足を投げ出した「こんばんは初めてお目にかかりましたね」「こんばんは初めてお目にかかりました」 竜は留守でしょ今夜は帰るまいと思いますご存じですか出かける時そう教えに来ましたからああなるほど当凡太は当然なことにしばらく残機して耳を伏せたがつらつら思い巡らずにこれは当然残機するには当たらない根拠があると気がついた 竜禅は今朝早く使いを受けると特別に支度を必要としない男のことだからすでに魂は遠くなしという骸骨にポクポクと足音を響かせてすぐさま山門から空間の方へ消失してしまったがあの姿で女のところへ留守を知らせに立ち回るほど繊細な精神をガンしていようとはこれは実際奇跡であり不合理であり驚愕であり滑稽であり。 そして考えてみれば、念に応えてくるものがあった。ボンタはため息を噛み殺して、白い顔をした。竜然は、私を随分可愛がっていますわ。そうですね。そのように見えますね。僕は、友達というのは名ばかりで、ロクスポ話をしたことがないのですし、同じ寺に寝起きしていても、 23日顔を合わさずに暮らすことさえよくあるくらいですからあの男については実際のところ何も知っていないのです竜禅はでもあまり利口な男ではありませんわね冷たくて冷たくて時々ぼんやり何か考え事をしていてやりきれないのです私をかわいがるのもいいけれど とにかくそういう気持ちを自分で反省する時寂しい自己嫌悪を感じるのは苦痛だからかわいくてもかわいいというふうに思うのは嫌だ嫌だというのですわそれでいて気狂いのように激しく私を抱くのです竜然の寂しい気持ちは私にも大概わかりますけれど表へ出す冷たさが私には飽き足らないのです 竜禅は馬鹿野郎ですわね。竜禅は本当に馬鹿野郎ですから。私は別れる気持ちになりました。ああ。それは今朝のことですかいいえ。ずっと昔からですわ。でも本当に決めたのはたった今しがたなんですわ。村に世間が来ているのです。 三月と盆はゼゲンの書き入れ時ですから。私はずっと昔にも一度ゼゲンに連れられて村を出たことがありました。お分かりですか、ボンタさん。私は今もゼゲンと一緒に寝てきました。<laughs> 嘘嘘嘘。一緒に酒を飲んできただけ。ユラは、 床板に強く支えていた両腕をスルスルと滑らして横に倒れると一本の垂らしない棒となって寝てしまったゼゲンは上玉だ,だって大喜びでしたわ私はそれを教えてあげにここへ来たのです僕にですかそう誰にだって教えてやりたいから。 あなたにに。も教えてやりユラは顔を拾うようにして持ち上げたがまたそれを両腕の中へすっぽりと落としてもう拾い上げようとはしなかったかなり深く酔いしれているのだそこでボンタはじっと腕をこまねいて実は途方もない別なことを一身に考え始めたのであったいや 別なことを考え始めたというよりは、何も考えない C の中絶へ迷い込んだと呼ぶ方が、むしろこの際、またしても正しいのであった。ボンタはこの数年来、常に健全の事実には十分に浸ることができなくて、すべてが追憶となってからその時の幻を描き出してのち、初めて微細な情緒や、 あるいは場面全体の裏面を流れていた漠然たる雰囲気のごときものを面白く感じ出す不運な習慣に侵されていたあり得に言えばこの男はいかなる面白い瞬間にもそれに直面している限りは常に退屈しきっていて今のことではないその昔経験した一場面の雰囲気へいつともなしにぼんやりと紛れ込んでしまっている 音楽をいいていてさえ、スポーツを見ていてさえ無論やはりそれはその通りで現在ショパンの音楽を聴きながらそれにすっかり退屈を感じていつか聴いたモーツァルトの旋律を思い出してそれにうっとり傾聴していたり一類の奏者を見ていながら頭の中ではそれを三類へ置いて盛んにホームスチールを企てさせて興奮していたりそういう芸当は日常茶飯のことでそれでいて ショパンの音楽を聴いていなかったわけでもない証拠には多日またその瞬間を実に楽しく彷彿と思い出してくるのであったショパンはいいショパンの音楽は実に素敵だと夢を追うように慌ただしく知人たちに吹聴しながらショパンの演奏される日を待ちかねて音楽会場へ殺到するのだがさて腰を下ろしてじっとしていると 幕も上がらぬ頃からまたしてものべつ幕なしにうんざりと退屈しきって演奏の終わる時までやたらに別のことばかり考えてしまう興奮することを知らない男かといえば断じてそうではないただ大いに激高して教官乱舞に端滴している最中に興奮していることそれについて波のような退屈を監督しがっかりしてしまうのであった ゆらの死体はだらしなく床板の上に寝そべっていたがボンタの胆性によるほのかな明かりのおかげで幸いそれは人魚のようにかれんに氷病として童話風な連情を誘ったボンタは腕をこまねいて空間を凝視していたがやがて波のじっとりと落ちた広い広い海原に倉庫と水面を走るはるかな落日を その皮膚にすぐ近くひたひたと感じ始めていたそれははるかな海であったすでにとっぷりと暮れた東南の紫は次第に深く黒ずみ渡り西方の水平線にはわずかに残る薄明が広い石箔を放っていたがその時深くうなだれた一人の男が永遠に帰らんとするもののごとく足を速めて 西へ西へ海原を歩く姿を見いだしていた鋭い影は一斉に海を流れてすでに深い後ろの闇に溶け去っていたが男はそのただ一つなる決意のみを心とする人のごとくひたすらに帰らんとして疲れた足を急がせているしばらくして物におびえた人のごとく男はふと首をめぐらして 後ろの闇を盗み見たそして「尿性賀門尿税賀門」性我「三を乱して逃亡する自我の滅裂を感じながら居住まいを立て直したボンタは勇気を刈り起こして凶問をつぶやき始めたのであったそれもまたつかの間のことぶつぶつ煮え切るつぶやきも次第に低く引きされば 山上のこんぴら大名人の潜在に鳴り響く盆踊りの樽太鼓のみ静かに脊髄に染みついてきたその時ユラももっくりと起きたしばらく床に手をついて重たげな頭をじっと下に向けながらさまざまな音響を耳に細かくより分けているような形であった踊りの太鼓が聞こえますわねそう。 とん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 と。聞こえる？行ってみましょうか？ゆらはふらふらと立ち上がって、明かりの方をじっと見ていたががっかりして笑い出した。ほら、明かりをじっと見つめてごらんなさい。くすぐったいようにチロチロ気取って揺れ始める。 気のせいば嫌、ね、なやつああ歩き出してみるとボンタの起遊したほどユラの歩行は乱れていなかった風は死んでいたがやきそのものが冷え冷えと肌に迫ってその度に瞑想すべき何らかの思考力を植え落としていくもののような陳鬱なプロセスが感じられた。 観覧寺の裏手から墓地を抜けると杉並木の険しい感動が物の仕事五調もしてやがてうっそうとブナの林に囲まれたコンピラ大名人へ続くのであった歩いていく先々にプツンと途切れる虫の音はその突然の虚なしさでボンタの心を脅かしてその激しい無音状態がむしろうるさく耐え難い饒絶に思われてくる。 なぜかといえば自分自身の精神が湧く波のごとく饒舌なものになり始めるからこぼれ落ちる月明かりを頼りにようやくブナのこんもりとしたこんぴら山の麓まで着くとそれらしい明かりは何一つとして漏れてこなかったがごやごやした一群れの歓声が羽しに近く聞き取れた。 その山へ差し掛かって初めてかなり激しく喘ぎ出した揺らを助けながら、境内の平地へ一足かけてぬっと頭を突き出すと、群れている群衆の分量とは逆に、かえってついている蝶鎮のわかりは思いがけないほど乏しい数だった。ぼんやりと浮かび出ている薄ら赤いあかりから、人群れの大部分はむしろはみ出しており、外側からはむろん見えない樽太鼓を中に、 村の衆は男女を問わず広い花笠に赤色のたすきをかけて歌ともつかぬ盆踊りを祈祷のようにつぶやきながら単調な来源を踊っていたそれは実際「デアー来源」と呼ぶにふさわしいものであった9月にはもう激しい雨雲の往来やがて山という山の木々に葉という葉が落ち着くして 裸の枝ばかり低い空一面にまき散らされた山を忙しく落ち葉をたたいてしぐれが通る11月も終わる頃にはもはやとっぷりと雪に閉ざされて年変わり山のカーブにすすけた吹きだまりの雪がようやく青空に消えうせるときはもう5月明るい空を山いっぱいにほっとあおぐと もう夏の盛りが来ていた一年の大部分は陰酸な雲に塗りつぶされて太陽の光を仰ぐということは一年にただ一回の季節であった時の間にその夏もまた暮れるそして生活も暮れてしまう青い空のあることをさえ忘れ尽くして 湿ったわら屋根の下に村人たちがつぶやくであろう枯れたため息が明るい夏空の裏側に透明な波動となって見えすいている黄昏に似た慌ただしさで暮れゆくひとときの夏に追いすがってあのセミに近い巨層を村の人たちはこんぴら山に踊るのであった同じ気候のシミを覆うてスズランの咲く頃 乙女たちが手を取りながら青い草原に踊る北欧の来源はボンタの古来最も共鳴を感じる一情景でボンタは彼自身の心細い生存をこのように甘美な競争とともに空へ巻き捨てて死滅へまでの連鎖をたどりたいと日頃念願してやまなかった彼がやみがたい放浪を感じるのも 一つにはこの競争のシミがあまりやるせないリズムを低く響かせるからボンタはこんぴら大名人の潜在に深く深く流れている感慨の好奇にむせびながらそれに溶けてゆく無我の喜びを感じた演舞を取り巻いている観衆の円陣をさらに2人は遠くから黙々と一回りしたこの時しかしボンタの浸っていた静かな雰囲気は そう長くは続かなかなった暗い群衆の中ごろから一つの頭がゆらゆらと揺れて出てユラの背中を覆ってきたが「姉さんちょっとお願いが」そんな低い声を耳にしたままモンタはしかし一人五六歩ばかりなお前方へ歩きすぎて静かに振り向いたそれは角帯に頭を承認風に当たった 一見どこやらの番頭という風体の小男であった2人の男女は早口に何か23受け答えしていたかと思ううちにユラは間もなくさっさと男から離れてボンタの方へ近寄ってきたがその顔には気の抜けて感情というもののまるでない白さを漂わしてじっとボンタと向き合わせた「さよなら」「さよなら」「あいつ」 さっきお話ししたゼゲンその時ユラはもう振り向いて背中を彼ら2人のほうへ向けながら1人ぶらぶら群衆から離れて空を見つめながらぶらついているゼゲンのほうへ歩き出していた見ていると2人は何事かひそひそ相談していたがやがてゼゲンはまだそのほうをぼんやり見つめているボンタの姿に気づいて遠くから会釈し,した ボンタはひどく狼狽してそそくさ会釈を返したが気まずくなったので一人ポクポクとまた一度かなり大きな円陣ンンを時々立ち止まっては中の踊りを覗き込みながら歩いたそれから思い切ってこんぴらさんを振り捨てると今登ってきた坂道をスタスタと黒い黒い塊の中へ早足で降り始めたが自然の加速度で猛烈な速力となり 麓までは夢のうちに降りたまま麓でも止まることができずに次の坂道へ10歩ほど余計にかけてはっと立ち止まったボンタはそこから何の気もなく今駆け下りた山を振りあおいだがもはや群衆の完成も定かではなかったし明かりも無論漏れ落ちてはこないただひたひたと流れるような哀愁が深い一種の気分となって 彼の体内をくまなく占領していたボンタはそれにじっと浸りながら本海道に沿って平行に流れている暗い険しい感動を伝いひっそりと音の落ちた山を2つ越えてから本海道へ現れてみるともう黒谷村の家並みを遠く通過して熊笹ばかり繁茂した黒谷峠の中へまもなく迷い込むばかりのそんな地点に立っている憂鬱な森だった。 ボンタは忙しく回れ右をして今度は本街道伝いに黒谷村へ戻りついたがあたかも長い長い歴史の中を通過してきたかのように感じながら居酒屋の明かりを見いだしてそれをくぐった居酒屋の女中も盆踊りに迷い出てこのぐらいドアの中には老婆が一人眠たげな屈託がをしていたが盆舎は2階へ通らずに一客のテーブルによって酒を求めた。 もう若い者は一向に踊りに夢中でしてと老婆は黒谷村に不似合いなよなれた笑いを浮かべながらこの村では出稼ぎの女工たちも踊りたいばかりに盆を待ちかねて帰省するがなぞと語ったボンタはむやみに同感して深くうなずいてみせたここへ来て酒をくむに あの甘美な哀愁はなお身辺に立ち去ることなく低く四方に候浪しむしろそのかぐわしい振幅を深くするように感じられた彼はこの旅に出てこの方というものこの夜ほど深い満足とともに杯を握り上げたことはなかったので盛んに饒舌を吐き散らしながら杯を重ねていたがついには軽快な泥酔状態に落ちて 老婆を相手に難解な術語などを浪しながら人生観を論じ始めたりしたが老婆はしごく愛想がよくて「そうですぜの本当にその通りですぜの」と相づちを打っていたやがて夜が一段と吹けて壁の中から何か古臭い沈黙が湧いて出るような気配を幾度となく感じ始める時刻になっていた そのうちに女中も踊りから帰ってにぎやかな足取りをこんぴらんの山続きのように土間の中へ踊り込ませてきたがするとすぐその後ろからのこのこと首を突き入れてきた高徳を見てボンタは愕然としたそれは疑いもなくあのゼゲンでゼゲンは上がりかまちに腰を下ろして片足を膝に組みながら鋭くボンタに一別をかれたが すぐに目をそらしてそしらぬ顔を作り二階へ上がった女中に向いて「もう上がってもよいのか」とひどく冷たい欧兵な言葉を投げたそれらのすべての物腰にはボンタにとって到底なじむことのできない冷酷な高知を漂わしていたので彼はムラムラと憎悪を感じてゼゲンの顔をうんとにらみつけたがゼゲンは平然としてトントンと二階へ上がってしまった いいやいやい待てそして表へ出ろ喧嘩をしてやるから」とボンタはぜ然叫び出したいぼつ,ぼつたる光線意識を燃やしたがようやくそれを噛み殺してひとまず考え直した「しからば女中を張ってさや当てをしてやろうかと無性に尺に触り出してつまらぬ空想を巡らし始めたがもちろん張りがいのある女ではないから」 一晩中世間と交代に女を抱くとしたらば一代の地軸であると痛感して奮然居酒屋を立ち去ることを決心した老婆と女中は驚いて「旦那が先客でありますぞいお泊まりなさいまし」と勧めたが決心やみがたいこと盤石の及ばざる面影を見出したので「まただぞ」と言いながら 奥から提灯を持ちをしてきてきにボンタにたたせた家並みの深く眠りついた街道にさてこぼれ落ちて一歩踏みしめてみるに意外に泥酔が激しくてほとんど全身にさえ困難を感じるほどだったので手にしたちょうちんのうるささに至っては救いを絶叫してわっと泣きだしたいばかりだったやりきれなくなって振り向いてみると 幸い老婆はまだ戸口にたたずんでこちらを見ていたからボンタはほっとしてちょを道の中央へ置き捨てたまま一目散に逃走を開始した眠った街道の道幅いっぱいを舞台にしてカギカギに相転がりながら時々立ち止まっては一息入れてついに黒谷村の西外れまで来かかると死んだ周囲の中に不思議とまだ大勢の人たちが道の中央に群れていて それは隣村から踊りに来た若者たちがトラックに満載されて引き上げるところであった。ボンタは狂気して駆け寄り、僕も乗せてくれたまえと定義したが、鉢巻き姿の若衆は、お主は酔っておいでだから、それはなりませんぜの。と押し止めておいて、臭いガソリンの香りを落としたまま闇にすっぽり消えてしまった。 ボンタはしばらく呆然として消えうせた自動車よりも突然目の前に転落した闇と孤独に呆れ果てたが気を取り直し低く遠く落ちてゆく自動車の響きをも振り捨ててコンピラ大名人の参道をエイエイと登り始めた険しい杉並木の坂も中川でボンタはついに足を滑らしてけたたましく数軒ばかり転落したが もう起き上がる気持ちにはみじんもならなかったのでしんしんとして細くか細く一畳の絹糸ほどに縮んでいく肉体を味わいながら皮膚に伝う不思議に静寂な地底の音に耳を傾けていると山の上から人の近づく気配がしたポンタは首をもたげてそれを待ち構えていたがそれはしかし人間ではなく 草むらの中を動く昆虫の類いであろうやがて高く頭上に当たって杉の葉の鈍く揺れるよどんだ風音がした彼はもっくり起き上がったそしてついに震災を重ねてこんぴら大名人の境内へたどり着くと果たせるかなそれもすでにひっそりとした闇の一部に還元していて見えるものも聞こえるものもなかったが さすがに地花に激しい荒れが感じられてことに演武の足跡が鮮やかな輪形に書き残されたまましきりにそこにハタハタ揺らめいているような何か懐かしい匂いが鼻にまつわったモンタはしばらく名目して素朴な社殿にいくつかの柏でを打ちながら騒然と身を踊らすと目には見えない輪型の中へ飛び込んででたらめ千番な踊りを手を振り 足を跳ね、泳ぐがごとくに活躍して幾度か体を地肌へ叩きつけたモンタは「うーんうーん」と痛快な苦問の声を闇に高く張り上げながらその場一面に1時間近くのたうち回っていたがようやくいささか我に帰って再び謙阻な坂道を転落しながら観覧寺の離れへ安着することができた。 帰着してみると当然暗闇であるべきはずの離れには一面にありありと明かりの白さが生えていてさすがにボンタの泥酔した神経にもこれはおかしいと思われたがしかし見回すにただしらじらとそこに広さがあるばかり人影は確かにないいやあった机の上に公然と安挫して一房のバナナが 部屋いっぱいの象上とした明るさを平弦していた言うまでもなくユらの仕業にそういやるまいボンタは固く腕を組んでしばらくじっとバナナの不敵な面魂をにらんでいたが腕をほぐすといざりよって瞬くうちに一つ残らず平らげてしまった翌日竜禅は車に送られて帰ってきた 日の落ちるまで顔を合わす機会はなかったが一っ呂浴びて友禅のテーブルに向かい合うとポツポツ語り出した竜禅の話は山奥に目新しいトピックであった竜禅の招かれた先の豪華では彼のかなり親密な友達であったそこの次男は急死とは言いながら病死ではなくて実は催眠薬による自殺であった県内でも屈指の豪農であったから 新聞社などはいち早く口止めが聞いていて竜禅に与えられた多額な伏せのごときにもそれに対する心持ちが含まれていたその男は多少は学問もした人で数年間ヨーロッパへ留学してきたりなどした経歴を持っていたが日頃無為の境遇に倦怠して激しい虚無感を抱いていた自分のような無為の存在は 結局一匹のヤモリほどもこの世界とは関係を持たないらしい。広々とした建物の中にじっと座っていると、そこに人間がいるのだかいないのだか、丸吉その気配さえわからないしたとえそこにいるとはわかっていても人々はこの建物に当然の染みほどにしか考えない。ヤモリを発見した時のような賑やかな騒がしさでは、 誰も自分の存在を問題にすることがない。やがて自分は死ぬであろうが自分の死滅した後もこの古いいかめしい建物はなお健全と存在していて人々はなおその中に住みながら昔この建物の中に自分という存在が染みのように生きていたこと。 今はすでに消滅して見当たらぬことなどを考えるものもなく、第一、その話を思い出してさえ、かつて自分が存在しただろう確証を認識するにさえ困難して苦笑するであろう。いわば自分は死の中に生き続けるようなもので、結局生命に引け目を感じながら生きている限りは、 存在に敗北し続けているようなものだとその男は結局これと同じ内容のことを主樹な様式によって常日頃流禅に従回していたが時々は興奮してひと思いに左翼へ走って自分の生命力を爆炊したいなどとたけり立ったりしたそんな寂しい男だったそうである。 その男は他に親しい友達がなかったのであろう死にあたって竜禅にも遺書を残していたそこには「長い間の遊戯に信者す」とただそれだけの意味のことが数行にわたって簡単に述べられてあるだけのことであったがその遺書は竜禅の手にわたる以前にすでに家族の手によって開封されていたもちろんそれだけのことならば 竜然のことであるから立腹するはずはなかったであろう。不幸にしてこの一家が死者に対する待遇はあたかも多岐すべき不幸者を偶するがごとき不潔な冷酷さを漂わしていたために、無論それは対面を重んずる豪華としてせん方ない次第でもあろうけれど、竜然は友人であるだけ、はだはだ気に入らなかった。彼は 開封された遺書に対して一向に礼儀を心得ぬ卑劣な言い訳を聞くと全く憤慨して通夜の席上で大いに短歌を切ったそうであった実際大きな建物というやつは不思議な迫力を持つものだね僕なんざもこのがらんとした寺にじっと座っているとその男と同じような漠然とした不安を やはりしみじみ思い当たることが時々あるようだね単に建物だとかその暗い壁だとかそんなものに変にがっちりした存在を感じて敗北をかみしめるばかりではない自分が現に存在しまた寺の一隅に座っていることに対して無意味を痛感し痛感するばかりでなく そのことがすでにまた無意味に思われるほど何かがっかりした倦怠を感じそれと一緒に自分の存在がいっぺんに信じられなくなってくるそれが自分の心の中でそう思い当たるばかりでない自分よりももっと強烈な生命力を持つこの建物の意志の中に 妙に惨めに比較されてそういう検体の気配を監督するから実に実にやりきれない心細さに襲われてしまうそれはそうだろうね君の場合には住む場所が直接この強烈な建築だからだからつまり建築を対象にしてそう感じてしまうのだろうけど僕の生活には 建築ななんぞ大したた関係を持たないから、何か漠然とした一つの全体を対象としてボンタは同感してそんなことを言いかけたが議論の対象そのものが漠然として所詮は一生の十字架であり口にのせてもてあそぶのも無益であると思われたのでさっさと口をつぐんで沈黙してしまったそれにボンタは 由来自分の虚無思想に対しては甚だ謙虚な心を抱いていて自分は到底虚無に準ずるそこの深淵な実際を未読し得しうる人物ではない自分は船舶な男で本来楽天主義者でもなければ虚無主義者でもなく常に何事も突き詰めることを避けるところのいわば一種の気分的人生ファンで、とりえといえば その自分の人生に対して甚だ冷淡そのものであることそれくらいなものであろうと諦めをつけていたから人生を理論で争う意思は毛頭を持たなかったばかりでなく他人の深い虚無感に対しては常にこれを深刻なる先輩として実際真面目な意味で若干の敬意を払うことにしていた。彼はただ、 彼自身の立場としては全く漠然と感じればそれでよいそれを単に言葉に表して憂鬱なるひとときをさらに憂鬱にすることは退屈以外の何者でもありえない実際それは退屈以外の何者でもなかったからそのときも彼は急いで口をつぐむとやはり別のことをぼんやり考え始めて一体全体 そそもそもこの竜禅と呼ぶどんよりした坊主が通夜の席上で短歌を切ったという耳寄りなゴシップは果たして真実であるのかとそんなことにひどく興味を持ち出していた一体君が大いに短歌を切ったというのは本当の話かねそれは本当の話さ一座の連中をすっかり震え上がらせてきたよ もっとも腹の中では僕は大いにいたずらな気持ちだったがね。と竜禅は例のしごく当たり前な顔つきにそれでも少し苦笑を浮かべて「ああ<ー>」と規制を立てながら実にだらしなくあくびをしたところがその翌日意外千万な出来事が起こった 事件そのものが甚だ意外であったばかりでなく事件の原因をなしたところのものが実に奇想天外いやこれもまたボンタの意識内における不屈な好奇心の説明であるがとにかく奇抜千番であったためにボンタはひどくキーを感じたすなわち竜然は通夜の席上で実際奮然として批判公害の演説を試みたばかりではない しかも朗々過激な源氏を漏して資本主義ならびにブルジョアを攻撃したというのである無論それは相手が県内でも有数な勢力家であるために心象膨大に部告して主直の手を煩わしたことかもしれないしかしとにかくいかめしい拝見の音が翌日山門をくぐったのは事実で それは村の駐在巡査が一人の高頭係を案内して寺を訪れたのであった高頭係はしかし案外ものの分かった男と見えて田舎なまりの割合に温和な口調で無論相手が相手のことでものの分からない富豪のことだから何かの反感で無理に口実をつけたのであろうけれどもその方面には弱い警官のことであるから余儀なく義務上一応お尋ねしただけの話で 決して奇想に疑いをかけているわけではないが」などとくどくど長く述べ立てていたボンタは隣室のからかみにもたれて息を凝らしながら形勢を展望していたが刑事の言葉には裏にも毒がないように思われたのでほっと安心はしたものの実のところは気抜けがしてアブの刃音のような話し声をもはやそれ以上注意して聞こうともしなかった。 すると突然大変な物音が隣室に湧き起こったので思わず彼はからか,みから身を離すとそれはちょうど発狂した男がその最初の発作に発するであろうような激熱を極めたからきり声で疑いもなくそれは龍禅の叫び声であったが龍禅は単に共感するばかりではないおそらくは 部屋一面を舞台にして縦横無尽に地段打踏んでいるものらしく猛烈な物音であった聞いてみるとしかしそれは単なる共感ではない確かに竜禅としては何事か一位先進演説を試みているものに相違ないそれが今まで演説とは気づかなかったのはあながち金切り声のせいばかりではなく 正気で聞いたら吹き出さずにはいられぬような死理死滅を極めた句とくの羅列であったからで「大日本帝国は万世一系の」と言っているかと思うと「ああ、節操の名誉も地に落ちたり忠君愛国の誉れもむなしいああ、悲しいかな」「インドに釈迦生誕してここに2000年余り」などなど。 ンタは一体ゼンの学識には相当の敬意を払っていたのだったそれは彼が初めてこの寺へ第一歩を踏み入れた夜のことゼンはその書院にかなりうずたかく積まれた書籍を隠すようにしながら「売り払う古本屋も山の中にはないので」と恥じた顔つきをしたンタの経験によれば書籍を所有することに心から恥を持つ人は 概ね優れた学識を持つ人たちであったから竜前の学識に対してもたちまちこの時から敬意を払うことにして別にそれ以来議論を交わしたこともないからそのままその時の敬意を払い続けていたのだったところが隣座敷の狂体たるや死理死滅も何もあったものではない土台論理も論旨もあるわけではなく言葉の体裁をさえ整えてはおらぬのだから あるいは発狂したのでもあろうかと思えばおそらくそうでもないのであろう刑事もつくづくどぎもを抜かれてようやくに竜然をなだめすかし「とんだ疑いをかけて愛すまない今となっては晴天白日で奇想の名誉に傷はつけないから」とわびながら舞うようにして退却したボンタはホッと安堵して玄関へ竜然を迎えに行くと 竜然はもうどこを風が吹くのかというようにいつものとおりあっけらかんと残骸のようなしょんぼりした顔をして戻ってくるところだったボンタが歩み寄って竜然の肩をたたくと別にそれに報いようとする顔つきもせず2人肩を並べて黙々と書院へ歩き出したが敷居をまたぐ時竜然は鼻を鴨居へ押しつけるばかりにしてあはあはあはと笑い出した。 ボンタはすっかりロッを抜かれて「今のは芝居だったのかい?」と聞いてみるのもバカらしいほどがっかりした気持違がしたのでいささか着物の白くなる驚嘆を味わいながら一体この坊主はバカなのか利口なのか天に負えない怪物だと考えたその後もう来ないかと思っていた女は相変わらず舞を竜然を訪ねてきた。 どういう変化があるだろうと聞き耳を立てていても別に変わったこともない離れにじっと名目して机に持たれて頬杖をついているとすぐ目の先にある小さな古沼それを越してすぐさま丘の上にある墓地そのまた上にひっそりとしている山の腹都合三段の静寂な気配がそれぞれのニュアンスを持って もうすっかりたけてしまった初秋の香りを運んだなぜだか体がやはり一つの気配となって朦朧とさまよっているような爽やかではあるが一種じっとりと落ち着いた重いわびしさが物体に障害されることなく一面に流れ漂っていたいわばまるで現実とは別種な感覚の世界を想像するもののように目をつぶると 甘い哀愁の世界が広々と窓を開いて通じていたそれは無実際は無というにはあまりにも一色の心に満ちた象徴とした道であったそれは事実道という感じがしたユラとも友達になっているのだから2人打ち連れて遊びに押しかけてきはしないかとボンタはそれとなく待ち構えていたが別に来るようなこともない 竜然はあの夜のことを知らないであろうからとある日訪ねてみたところがああそうそうそういう話を聞いていた君によろしく伝えてくれということだったいよいよ俺たちも別れることに決まってねなぞと落ち着いた返事だったあの女は別にゼゲンと一緒に東京へ行かなくてもいいのだから。 君さえ邪魔でなかったら君の帰る時あれも一緒に連れて行ってもらいたいと言っていたよ東京に知り合いがあると思えば心強く暮らせることだろうからね是非一緒に連れて帰って今後も力になってくれたまえい,いずれ今晩でも改めてお引き合わせしようからまったく僕もあの女と別れることになってせいせいしたよ竜然はそんなことを言いながら 無心に鼻の油を拭いていたりしたそのくせやはり女と別れることが別れきれない心持ちもあるのであったちょうどそのころのことであったろうボンタと竜禅はあるたそがれの杉並木をこんぴら大明神のほうへ散歩にぶらついていたが険しく高い坂道の途中で偶然上のほうからただ一人降りてくる例の世間にすれ違ったのであった ゼゲンは手に短い杉の小枝を携えてそれをもてあそびながら急ぎ足ですたすた降りていったのだがその時ボンタはそれはおそらくその時の結果からしてそう思い当たるのかもしれないけれどもし自分が龍禅の身の上でそして今自分一人でこんな山奥にゼゲンとすれ違ったとしたならばあるいは自分はゼゲンを殺害して谷底へ埋めてしまうかもしれない。 そんなふうな空想を確かその時巡らしたように思い出されるのであったしかし竜然はまるで何でもない顔つきでゼゲンの存在にさえ気づかぬような物腰でやり過ごしてしまったからポンタはほっとして「これは竜然はゼゲンの顔を知らぬのかしら?」などと考えながら上の杉並木を漏れる空模様を仰いで息を吸ったするといきなり耳元で と風を切る激ししい音がした。竜禅はよくないぞ。は坂の下をじっと睨んで直立していたが鋭く張った四角な肩に激しく息をのむ規制が感じられたモンタも坂下の方を見下ろすと叫ぶよりも前に竜禅の手から投げかけられていた下駄がゼゲンには当たらずに一本の杉の跡にいたいたとした跡を残して なおコロコロと一二軒転げて止まるのが見えたゼゲンは腰を浮かせて逃げかけたが竜然の気配に追求のないのを見て取ると皮肉にネチネチした度胸を見せて知らぬ顔を気配ながら麓の方へスタスタ下りていったさすがにその日竜然は息の乱れを収めて元の顔つきに戻るまで数十歩の歩行を要したがそれも収まるとまた超然とした残骸に還元して 一方の足は裸足にしたまま長い坂道を傾きながら歩いたモンタは何とも言えぬ石漠を感じて「君足は痛まないのか?」と聞いてみるにも言葉はもはや不要なものに考えられ体内に充満してくる空気を未読した「もう山は秋が深いそれは昼の明るさがなお石漠に耐え難くて」 ひたすら死滅へ急ぐもののようにしか考えられぬセミの根の慌ただしさやすでに忙しく遠い空に走り始めた幾流れもの雲やそしてぽっかりとうつろに落ちたこの明るさひとまずこれでぱったりと途絶する生活力の断末魔が山という山に道にわら屋根に目にしみるリズムとなって流れているゲンもすでに黒谷村を去って 賃貸した村の軒からは何かひどく呪いの声が漏れてくるもののように感じられたそして竜禅は物置から埃りまみれな草履を一つ探し出して下駄とんばにこれを突っかけながら黒い包囲を秋風にさらし流れ始めた雲の慌ただしさに競争を感ずるもののごとく村の法要に三門を忙しく往来していたボンタはじっと帰ることを考えた いやむしろ立ち去った後の黒谷村のわびしさをあたかもそれが永遠に自分の住まなければならぬ運命の地であるかのように呆然と思いやる日が多かったもう9月に入った一日ボンタはいよいよ出立したその未明まだ開けきらぬ黒谷村のひとけない白い街道を竜然と2人肩を並べて一言も物を言わずに通過してしまった 谷間からはとす黒いもやが湧き上げて近い山さえまるで視界には映らないそしてカナカナの音が遠い森から朝のよどみを震わしてしみる頃ちょうど朝の目覚めを迎えたであろう黒谷村は振り返ってももはや下には見えなかったユラは朝の一番列車に間に合わせて自動車で停車場へ来るはずになっていた 君、東京へ帰ったら忘れずに手紙をくれたまえ。竜禅は出し抜けにそんなことを言ってまだ停車場へ七八里もあるのにボンタに握手を求めた。ままたた来来年も是非来てくれたまえ。と付け加えながらしばらく手を離さなかったりしてそして長い中絶のあとにもう一里も歩いてからまたさっきの話を思い出して。 もし来年も達者でいたら、アッハハハハハ。と笑ったりした。そうかと思うと、ボンタの言葉にはまるで邪けに耳もくれず、ただスタスタと歩いていた。どうだい君にあの女を進展しようがね。竜然はまたいきなりそんなことも言い出した。もっともあんな女ではね。 しかし女郎や印イ,イよりは確かに清潔だからそのつもりでおもちゃにする気ならいつでも自由に使用したまえどうせ世間の手渡ればあいつは何をやり出すのか知れたものではないのだからそしてボンタが困惑して返事もできずにいるうちに彼はタバコに火をつけてくったくもなくパクパクと煙を浮かせながら歩いていた来る道に 竜禅が残骸を寝かせたあのカーブでも二人は休まずに通り過ぎたもう明るい太陽がそれでもなお朝の潤いを帯びて張り詰めるように山いっぱいにカンカンとなり二人を汗にぐっしょりぬらした停車場へ着いてしばらくすると乗り合い自動車も後ろから来てユラは大きな氷を抱えながら待合所へなだれ込んだ その時の疲労が喉が塞がるもののように装いながらわざとハーハーと大息きをして実は空虚な白い気持ちでしゃべる気にもならぬのを笑い顔でごまかしていたが笑い顔も一人でにおさまると放心した顔を窓の外へじっと見合って座ろうとさえしなかった3人は激しく退屈して暗い顔を互いに背け合っていたが誰が言い出すともなく ただ時々夜の育児に上のへつくはずだねもう東京も寝る頃であろうねなぞという空虚な言葉を交わし合ったりした記者が着いた記者に乗るとゆらはもう激しく泣き始めていた「達者でありたまえ。竜然は二人のどちらに言うともつかずそんなことを一言二言言い捨てて 短い停車時間ぼんやり窓際に立ったまま明るい空を見つめていた汽車は動き始めた「さようなら」そしてユラは泣きながら固く窓にかじりついて激しくハンカチを振っていたがボンタもまた彼はデッキのステップに身を出して竜然に目礼を送りながら目に光るもののあふれ出るのをどうすることもできなかった。 もはや列車はスルスルと屋根もない短いプラットフォームを走り出ようとしていた。人けないプラットフォームにただ一人挑戦として全ての感情から独立した人のように開いた両股をがっしり踏みしめて汽車を見送っていた竜禅はすでに明るい太陽の下に一つ取り残されて小さくしぼんでいくように見られたが。 突然醜く顔をゆがめたように想像されると、拳をかがめ両手のひらにがっしりと顔を覆い、おそらくは激しい叫び声を上げながら倒れるように泣きふした姿が見えた。